教えてやる。調子に乗り上がって。上等じゃねえか。こんなとこで死んでたまるか。いいようにやられちまったな。よし、今度は俺が助ける番だな。慢心したか。ちょっとつ猛進といったところか。冬はあれど無駄も多い。偉そうに積極せんだよ。まだまだ危ねえぞ。下がってろ。さあ、早いとこ行こう。下がってろ。このままじゃやべえって。まだまだ。ありがてえ。さて、お礼参りと行くか。上等じゃねえか。こんなとこで死んでたまるか。ちょっとつ猛進といったところか。冬はあれど無駄も多い。偉そうに積極せんだよ。慢心したか。上等じゃねえか。こんなとこで死んでたまるか。無茶しやがって。
あとは任せろ。ちくしょう、情けねえ。よし、今度は俺が助ける番だな。このままじゃやべえって。ふん、猪突猛進と言ったところか。冬はあれど無駄も多い。偉そうに説教くせんだよ。さあ、早いとこ行こう。進したか。
進したか。安心したか。
すぐに戻らねば我らの隊は軍令違反となりますぞ。また会おう、昇覇王。その勇気があればだが。はっ、言ってくれるじゃねえか。じゃ総大将たる者、少しは立場をおわきまえくだされ。蹴りはまだついてねえぞ。孫策、命知らずな男よ。どうやって劣勢を覆すおつもりかね、太子寺殿。誰だ貴様、どうやってここに入った。我が主、炎術よりの異門の品です。形勢逆転の秘策がこの中に。昇覇王が覇王になっては炎術様も困るのです。敵からの貢ぎ物だと愚弄するか。どう思うかはあなた次第ですが。尊敬様、竜陽が兵を捨てて撤退。奴の放った妖魔が敵味方見せかけなく襲っている模様。なんと冷酷な。伝令によると、戦場は竜陽の放った妖魔であふれ、竜陽軍の兵士にも多くの犠牲が出ている模様です。太子寺は味方や民を守るために孤軍奮闘しているとか。